それでは早速1問目いきましょうか。はい、第1問目は発想力を鍛える。発想力、皆さんありますかね。発想力か、はい、徳田さんは自信はいかがですか。大丈夫かな。ちょっと自信あります。ちょっと自信そうですよね、よくね、はい、なんか発想力、発想力、いろんなね新しいこと言ってますもんね。言ってますかね。はい、スタジオでいつも賑やかに賑やかにね、はい、はい、結果につながってるかわからないんですが、ね、はい、はい、やっていきましょう。ここやっていきましょう、うん、いきましょう、はい、こちらです、うん、法則に従って数が並んでいます、はい、こちら皆さん見ていただいてる右下のハテナに入る数は何でしょうか。はい、はい、考えてみてください。シンキングタイムです。スタートということで、はい、いきなりこういうやつですか、はい、私数字はすごく苦手なんですけど。苦手って言ってますもんね。苦手です、はい、ちょっと考えてみましょう。まず法則があるんですよ。法則がありますね。ちゃんと数字が3つずつ並んでいて、なのでその青と紫と緑に共通するパターンを見つければいいんですよね、はい、っていうのは簡単なんですよね、はい、はい、ちょっと考えてみます。 4の12だから、はい、4たす4は8、はい、8、9、4たす4、あ、あ、いい感じですね。4たす、ちょっと待って、いい感じですよ。もしかして4たす、はい、4たす12、6たす9たす、はい、あ、皆さん分かった方はどんどんコメントお待ちしております。8と20と、はい、これこれ分かってました。これいいんですか。私分かってました。ちょっと待ってくださいね、はい、なんかねできないと思ってたんですけど、はい、ちょっとできそう。福田さん実は頭がいい。嬉しい、はい、ちょっと待ってくださいね。上原さん苦手だというふうに来てますが、いかがでしょうか。はい、5足す15足すハテナが20でしょ、はい、分かりましたか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。満面の笑みを向けられましたが、ここでしょってことは、ちょっと待ってね、はい、して、あ、辻さんから回答が来ちゃいました。ちょっと待って、佐藤さんからも回答が来ちゃいました。これはいじゃあ徳田さん、はい、答えが出たようなので。あ、いいですか、はい、お願いいたしますじゃーん、はい、3だと思います。3、あ、ピンポンって今鳴りましたね、はい、ということで3です。すごい、おめでとうございます。はい、はい、あ、たくさん回答来てます ね。鹿野又さんも全部合わせると20になるんだっていう、うん、はい、まさにプロセス。そうですね、はい、はい、だってですね、うん、伊沢さん、優子さん、上原さん、清水さん、飯島さん、藤田さん、あ、はい、たくさん来てますね。皆さん正解です。すごい、はい、おめでとうございます。1問目ということですので皆さん大正解です、はいはい、皆さんレベル高いですね。そうですね、でも徳田さんもね同じくらいのタイミングで分かったので、ね、よかった、はい、いい感じです。いい感じ、頑張ってください。はい、はい、では頑張ろう。2問目いきましょう。はい、はい、これは回答ですね、うん、2問目、発想力を鍛える問題です。引き続きですね。引き続きです、はい、はい、ではいきますよ、うん、こちらです。同じ部首をつけて熟語を作ってください。おっと、今度は漢字になりましたか。はい、はい、今度は漢字の問題になりました。右と早いという字ですね、はい、でこちらにですねちょっと熟語をちょっと完成をしていただきたいと思います。わかりました。ではシンキングタイムスタートです。スタートです、はい、まず部首、何、はい、部首って、うん、なんか思いつくのはなんか草冠とか、うん、はい、人弁とかしか思い浮かばないな、はい、いい感じですね。同じ部首なんですよね。同じ部首ですね、はい、両方とも同じです。同じあるのかな、はい、熟語を作るってことは2文字の熟語ってことですか、はい、そうなんです、うん、2文字の熟語、2文字で熟語、2文字で熟語、2文字で熟語ですね。2文字で熟語、はい、はい、なんとかってことになる、ね、そうですね、なんとかって感じです、はい、すいません、ちょっと言葉が、はい、頑張ろう、かわいいです。いやいやいや、はい、ちょっと待ってください。これはないですよね。これはない。なんだろう。はい、皆さんどうでしょうか。あ、今回も回答が来ちゃいましたね。あ、これでいいですね。大丈夫ですか。はい。じゃあ徳田さんに回答をお願いしたいと思います。はい。若草。若草。若草でいいんですね。若草でいいの。いいですかね。はい、正解です。おめでとうございます。ちなみに皆さんもですね、ですね、草冠。若草
そうですね、はい、来てますね。これも3名以上正解ということですので、うん、2問目も無事、うん、いい感じで進んでいます。はい、若草です。はい、はい、ちょっとまだ余裕感出てませんか？余裕感出てますね、はい、ちょっとこの後ちょっと難しいのがあるかもしれないので、はい、ちょっと気合い入れていきましょう、ね、頑張ります。はい、では3つ目いきたいと思います。第3問目、うん、こちらもですね、発想力を鍛える問題です。引き続き発想力を鍛えてまいりましょう。はい、では問題です。あ、同じですね。ありゃ。はい、こちら、はい、同じ部首をつけて熟語を作ってください。先ほどと同様の問題です。はい、ではシンキングタイムスタート。これはもう草冠はきっと違いますよね。はい、なんだろう。いかがでしょうか。なんだろう。はい、部首。田原さん部首。田原さん無臭、はい、田原さんヒントは言いません。マスターなんですね、はい、皆さんなんだろう。あ、ペース早いって佐藤さんが。そうですね、はい、王さん調子いいですかね。頑張ろう、うん、じゃあなんだろう、はい、でも全然出てこない。同じ無臭草冠以外なんだろう。あ、三髄、うん、あ、違うな。さっきよりちょっと難しくなってますね。こんな字ないもんな、うん、なんだろう。あとは部首、部首、はい、人弁だとダメですよね。難しいな。はい、何でしょうか。じゃあちょっと皆さんの漢字 見ながら助けてもらおう。あ、いいですね。はい、なんだろうな。例えば岩永さんの上のこの山、はい、ないですね、うん、こんな感じはないですね、はい、例えば、あ、田んぼの田とかも辺になるのか。はい、わかんない。あ、これ火、こんなのないですよね。あ、ない。なんだろう。大丈夫ですか。わからない、はい、ではですね、はい、回答出てますか。回答はですね、ちょっと確認をしてみましょう、はい、お、はい、あ、出てました。ということでですね、これ何言ってるんですか。これ、ね、はい、屍ですね。屍、はい、部首名が屍ということなんですが、うん、こちらの熟語回答は尻尾になります。尻尾になりましたね。はい、これですね。皆さん結構発想力ありますね。すごい、はい、負けたここで初めて徳田さんがちょっと必勝と鉢巻きを巻いているにもかかわらず負けてしまいましたが、はい、まだまだあるので。そうですね、皆さんと協力していきたいと思います、はい、諦めないで頑張ってください。頑張ります、はい、皆さんありがとうございます、はい、部首名なんでしょうね。そうですね、こちらの部首名なんですけど、屍ですね、はい、はい、屍冠とも呼びますね。なるほど、はい、皆さんありがとうございました。はい、では続いて第4問目いきましょう、はい、4問目も発想力を鍛える問題です、はい、こちらですね、組み合わせて熟語を作ってください。皆さんが今見ていただいているこちらですね、はい、バラバラになってます。漢字がバラバラになってるんですが、はい、これを組み合わせて熟語を作ってみてください、はい、それではシンキングタイムスタート。ちょっとレベルが上がった気がしますね、はい、いろいろごちゃごちゃになってますね。でも順番に組み合わせられるものを考えていきたいですね、はい、うん、なんだろう、土が2個あるっていうのはなんか土2個でつながりそうなんですけど、はいはい、熟語を作る、そうなんですね、はい、いろいろなんですか、ね、たくさんバラバラ事件になってますが、バラバラ事件になってますね、 なってますね、はい、はい、皆さん回答早いですね、うん、なんかこの、あ、これって、はい、これってなんかよくこう口とかつけますよね。でも口がないですね。ないですね。作っちゃいました。はい、ダメだ。作っちゃうの NG です。作っちゃうの NG。はい、うへん、うかんむりって言うんですかね。うかんむりは絶対上ですよね。うかんむりは上。うかんむり上。うん、そういう考え方がありますね。うかんむり、はい、うかんむり、なんだろう。回答が出ましたね。見えちゃった。え？見えちゃった。見えちゃった。え？教室？はい。はい、土。ちょっと回答が早まってしまいましたが、今回の回答は教室です、はい、ということでこちらですね、はい、辻さん早、山内さん早っと来てますが、うんうん、はい、鍋島さん、室伏さん、陸さん、牧さん、宮前さん、はい、教室ということで回答を来ました。これ皆さん どういうところに着目して考えてるんですかね、はい、そこ知りたいですね。知りたい、はい、すごいですね。もしよかったらちょっと勘以外でですね、うん、そうですね、勘以外、はい、
どうやって考えたとか教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、はい、ということで教室が答えでした。うん、はい、はい、ではどんどん続いていきましょうか。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。